すべては勝つための策。こうして障害となるものすべてを倒した毛利元就は、毛利家の永劫の繁栄のために最も重要かつ最後の障害である長宗我部元親を打ち滅ぼす策を進めたのであった。万全を期した毛利は自軍の兵をおとりに使い、厳島に長宗我部軍をおびき出したのである。天下など我には不要、日輪は中国を照らすであろう。長宗我部軍を撃つ。商用長宗我部を誘い出せ。貴様がおとりとなってな。行け。お前が毛利元就か。長宗我部元親か。愚かな男よ。狭い厳島で船を自在に動かせまい。すべては我の計算で。兄貴、えらいことになっちまった。ちった、落ち着けやろども。おい、あれの準備をしとけ。策の礎とは、たまたらの働き、見事だ。自分の部下をおとりにしたのだ。部下を見捨てた。俺には理解できねえ。敵に情けをかけると、甘い海賊もいたものよ。鬼の力、さあ見せてやるとするか。行くぜ野郎ども、突撃だ。
壁元地がこのようなものを作るとは。大丈夫、俺らには兄貴がついているんだ。我が手に。なんだあれ、でっけー。なんと、あれが噂のからくり兵器か。アラスキの星よ、我が門よ。一軍に捧げたてまつ。もはや貴様らに逃げ道はない。降伏せねば貴様の部下は全て死ぬ。せい、こいつらこの俺が死なせやしねえ。信じてるぜ、野郎ども。我が歩んだ道を覆そうぜ。兄貴だけが頼りです。俺に任せろよ。100万石つぎ込んだ威力試してみるかい。近寄るな、踏みつぶされちまう。アラスキの星よ、我が門よ。一輪に捧げたて祭り。Yeah!
さえずりさえ聞こえる。カラスキの星よ、我が門よ。日輪に捧げ、海賊を甘く見てると痛い目見るぜ。海賊には海賊の意地ってもんがあるのよ。我が手に俺の身のほど知らずに思い知らせてやる。一輪に捧げ立て祭ら。お前のやり方は分からねえ。なれ合いを良しとする男に何が分かる。寂しいやつだな。一人ぼっちじゃねえか。うるさい、黙れ。我は貴様とは違う。我を理解できる者はこの世に我だけでよい。消えよ、貴様の顔など会いたわ。いやでも覚えさせてやるぜ、この顔が。一度だって寂しいと思ったことねえのか。そんなはずはねえだろ。黙れ、その口を閉じろ。言いたいことは言わせてもらうぜ。甘いね。これは我慢ってやつが大好き。これがあんたの冷たい顔で取り付けば、そのうち心も凍りつくぜ。下水な。甘いね。そのような目で我を見るな。あんたもできるじゃん。そんな顔がよ。日輪に捧げ立て祭ら。古文の顔を覚えているか。あれ、いろんなことは。そんなことを言うな。切れちまいな。リズムがいい。俺はどっかが欠けてる。お月さんだっていつかは満ちるってのよ。オラ、どうした？おい、元なり！燃える魂があるんなら、俺の心のど真ん中、ぶち抜いてみやがれ！
邪魔だ。日輪よ、この幸せ。